マイケル・チェーホフは、ロシアにおける最も偉大な俳優の一人とされる。演出家、演技教師。カモメ、ワーニャ・ハクフさん、三人姉妹、桜の園などで知られるロシアを代表する作家である、アントン・チェーホフはおじにあたる。没年1955年9月30日、同日にアメリカの俳優ジェームス・ディーンが、不慮の自動車事故で急成した。20世紀。 世界における演劇の最高峰と歌われたモスクワ芸術座においてスタニスラフスキーと共に数多くの仕事をなす。その後ヨーロッパにおいて俳優、演出家として活躍する。1928年、チェーホフは政治的な状況が緊張下に置かれたためモスクワを出国。ベルリンにつき演出家マックスラインハルトと共に仕事を始めた。 1936年にはイギリスにおいてシアターアートスクールを開校する。第二次世界大戦の勃発する直前、アメリカに移動。その優れた演技教育を通し、俳優の育成に努める傍ら、ブロードウェイやハリウッドに進出した。映画ではアルフレッド・ヒッチコックの白い恐怖やラプソディなど多数に出演。彼はまた多くのハリウッド俳優たちを指導した。 その中には、アンソニー・イークイン、イングリッド・バーグマン、グレゴリー・ペック、マリリン・モンロー、ユルブリンナーといった一流の演技者の名が並んでいる。その間、新しい教育の分野で精力的な活動をしていたオーストリアの哲学者であり精神科学の権威であるルドルフ・シュタイナーの思想との出会いに多大な影響を受けた。この出会いよって彼は人間の精神の広大さと 自由な想像力のさらなる可能性を追求することとなる。彼の演技教育は、やがてその著作、演技者へに伺えるように、明確な理論と実践的なトレーニングを含む演技法として体系化される。そのたた数。ありがとうございます。